アサカは、バラモクに属する植物のトガの一つ。共有派生形質としては、目立たない、単性下、下皮片に耐性する、おしべ、拓葉の存在、下皮片に沿って伸びる花糸などが挙げられる。本家で最も有名な薬用種はアサである。アサは、医療や乱用について論じる場合は、大麻やマリーファナと呼ばれることが多い。特に知られた、有効成分は、 テトラヒドロカンラビノールの茎から取れる繊維は、麻と呼ばれ、布や紐や紙を作ることができる。日本では、繊維としての麻という言葉は抗議に使われることも多く、別科の植物で、分類的には、桃煙のアマやチョマを含むことがしばしばある。また、 家庭用品品質表示法別表により、商品の原材料に、アサと書いてあった場合はアマかチョマのことしかさせない。このため競技のアサを特に指定したい場合はタイマ、もしくは、英語のヘンプからヘンプと呼び、アマやチョマもそれぞれ英語のリンネル、ラミーからリネンやラミーなどと呼んで区別する場合がある。カラハナ相続などは、花粉症の原因となることがあるという。 十族におよそ七十種が属する。クワカに含められていたアサ族とカラハナ僧族が分離されて設立された。タノ族は逃げ家のエノキアカとされていたが APG 植物分類体系で本家に移された。ありがとうございます。